皆さんこんにちは、木村良平です。今日は静かな実況動画というのをお届けしてみたいと思います。なんでだってね、思われている方も多いと思うんですけれども、実はこの実況チャンネルというか僕の YouTube チャンネルって、一番最初に動画を投稿し始めた頃からなんでか寝る前に聞いて睡眠導入というか、寝る前に聞くとよく眠れるんですとか、なんか聞きながら寝ちゃってますみたいな方が意外と多くて、いや俺結構激しいゲームやってるんだけどなって思うんだけど、まあでもせっかくねそんな風に楽しんでくれてる人がいるんなら、じゃあもういっそ振り切ってね、寝やすい静かな実況動画なんてのを作ってみてもいいんじゃないかなと思って、試してみようと。もしね、いやそうじゃないんだよ良平と、私はいつものハードな動画で寝たいんだっていうねというかいうことであればね、ぜひぜひそういうこともいろんなご意見コメントでお寄せいただけたらと思いますので、ひとまずこの実験的な動画にどうぞ緩やかにお付き合いください。じゃあ久しぶりの恵比寿会いに行ってみましょう。あ、そっかそっか、ここにいい家を建てたんだったね。プレイを再開する。こうか、恵比寿、ヘイ。よー、元気だったか、アイビス。楽しそう、楽しそう、楽しそう。あ、そっか、最後あれだ。あ、いた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 、ウィングだ。ウィング起きてきた。ウィングまだ夜だよ。前回、終わった時のまま。どうした？どうした？どうした？あ、お父さんがいないって言って不安がってんのか。お父さんどこ行ったんだろう。お父さんパソコンで遊んでる。しょうがないわ。代わりに。話しに行こう。呼び寄せる。ん？ん？あ、トイレ行きたいんじゃないの？ほら、かわいい。見て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 。クマが、ちっちゃいクマが。トイレ行っておいで。あ、もう、ちょっとじゃあ、ウィングとチラッと挨拶だけしたらもう帰ろうか、今日はね。時間も遅いし。トイレ行かなくていいの？トイレ行ってきな。トイレ行ってきなよ。え、あるよね、この家トイレ。ん？どこだトイレ？これ？これお風呂だよね。お風呂だよ。どうする？あ、あ、そう、その奥にあんのか。あ、この家はちゃんとトイレが隠れてんだね。よし、じゃあ、お邪魔しました。一応ね、今回俺目標があるって、今回は俺はどうしてもやりたいことが、今回どうしてもやりたいことが、市長に挨拶する。前回ね、生放送の時に。なんかうまいこと噛み合わなくて結局話せなかった猫の市長に、と話すことと、あと仕事をね、ちょっと就職しないといつまでもね、暮らしてはいけないので、何か職に就きたいと思います。さあ、幸せな我が家に帰ってきたぞ。ちょっと疲れたんじゃない？そうだね。あ、でも、臭いよ。臭い。お風呂入ろう？いやいや、ちょ、臭いって寝るの俺嫌なんだよ。お風呂入ろう？ん？やっべ、やべ、こんにちは。ちょっとご挨拶をしに。とても綺麗な首筋をお持ちですね。これやばいよ。マッスルリラックス。これでしょ。吸血鬼がね、狙ってきてますね。ちょっとやばいな。相変わらず半端ない家だぜ。そう、もうちょっと臭いから。
マッスルリラックス入浴剤でお風呂に入って。あ、来た、来た、来た。やばい。どうしよう、どうしよう。どうしたらいい？逃げられんのかな？待って、この人勝手に入ってくるよね。ドロップしよう。全員。できた？できたかな？あ、できた、できた、できた。よしよしよし。でもこっちから。この日はこっちからなら簡単に入れるんだけど、それが吸血鬼にバレなければ、ほら、ほら、吸血鬼って来てる。ほら、吸血鬼。いやー、危険ですね。危うく。まあ、ちょっとね、僕巷では吸血鬼声優なんて言われることもあるぐらい、やたらと吸血鬼役ばかりをやっている男なので、いずれはちょっと興味あるんだけど、あ、猫だ。あるんだけど、まだちょっと人として行きたいな。今日はぜひお帰りいただきたい。粘ってる。粘ってる。キャラクターが寝た時は早送りになるはずなんだけど。あ、人が来てるからか。ちょっとダメ。早く帰って。早く帰って。朝日には耐えられまい。あ、帰って帰って帰って。よしよし。あ、寝てますね。じゃあちょっと、市長に挨拶したいけど。市長も来てないみたいだから。起きたらじゃあ、食探しするか。朝ごはんでも食べて。これなんだ？これ？これまだ大丈夫なのか？お腹空いた？これ食べれば？ああ、食べる。ん？ピーナッツバターと邪魔。嫌か。一晩置いてあったのは嫌だね。わかったわかった。あ、そうだ、ちょっとゴミ箱がね、ないんだよ、この家。ゴミ箱置いてあげるね。あと前回なんか言ってたのなんだっけ、忘れちゃったな。ゴミ箱。ちょ、お金ないから、ゴミ箱は、安いやつにしてください。まあでも台所に置くよね。ここにしよっか。はい。OK。じゃあ今日は仕事に就こうね。どうやって仕事に就くんだっけ？あ、そうだよ。途方もないお金持ちを目指さなきゃいけないんだよ。こいつは。まだ3円、3シムオリオンって言うんだけどこれ。3シムオリオンしか稼いでない。てか3シムオリオンどうやって稼いだんだ？わかんない。まだ今ね、俺のイメージでは実家を出た時に親に持たせてもらったお金だけで暮らしている状態だからね。あ、ごめんごめんごめん。ご飯中断させちゃった。まあいいか。仕事に就こう。あ、来た来た来た。医者。医者か。あ、捜査官。かっこいいね。犯罪を捜査するんでしょ？若者だけどちゃんと就職できるんだね。科学者。科学者か。UFO ハンター。まあ、多分、あ、ソーシャルメディアか。セレブになるっていうのもいいね。ちょっと俺もまだ YouTuber 修行中なんで、このエビスに先に YouTuber としてのデビューというか、YouTuber としてのスターになってもらうっていうのはいいかもしれないな。まあでも途中で仕事は変えられるから、まあでも面白そうなのはやっぱ刑事かな。捜査官、捜査官やってみようか。よし、捜査官キャリアに足を踏み入れました。巡査見習い。早速慣れたの早いね。木曜日の8時から仕事。あ、明日の朝だね。ん？まあ、トイレ行った。明日の朝から仕事だから今日はちょっと遊ぼうか。そうだ、お腹をへっこますっていう目標があったの忘れてたぜ。だからまたジムに行こうかな。これ続き、あ、手洗ってね。ちょ、ごめん、そうだ、トイレに手洗い場を作ってあげようと思ってたんだっけ。あ、そうそう、大きい声を出さないとか、あんまり激しくね、なんとかとかやらないというためにというか、に、割とゲームそのものもゆっくり進めます。だから、
結構映像を見ながら真剣に見てる分にはあまり盛り上がりに欠ける内容になるかもしれないけど、ちょっと今回はね、静かに穏やかに、のんびりというのをテーマにやっていきたいと思うから、ぜひご了承いただけたら嬉しいです。市長通りかからないかな？あ、なんか、遠藤さん、あ、猫、猫いた、猫いた、猫いた。猫いたよ。ちょっと待って、行った。ん？こうか。あ、どこ行った？挨拶しよう。有効な自己紹介。はい。ん？あれ？ちょっと挨拶しに行こうよ。友達になろう。あ、もうどっか行っちゃった？あ、どっか行っちゃった。すくすく猫と相性悪いな。これ餌出しといたらさ、来ないかな。いるじゃん。あ、寝てんのか。すぐ寝るな、猫は。で、これかたして。これと、これ。まとめて取れるかな。あ、いいね。賢い。これ餌出して、ここに。ほら、したら猫来てくれるかもしれないから。あ、ちょっと、おじさん友達になりません？面白い自己紹介。ああ、ダメだ。タイミングが悪い。あ、いけるかな？なんだこれ？あ、犬か、蝶々と遊んでる。ええ、そう、ここ動物の街だもんね。ちょっと待って。このおじさん誘惑的なんだけど。何があったの？こんにちは。ああ、この鼻眼鏡つけてるみたいな顔ですね。あ、ウケた。なんていうの？ヘルナンデス・イーさん。おじいちゃんだ。パン、あ、相手のこともっと知る。あとね、やっぱりヴァンパイアは気になるよね。あ、ヴァンパイアのこと消えちゃった。クリエイティブな人らしい。なんだ、芸術家か？恋愛？いえ、ちょっと、このおじさんと恋愛は、いいかな。あ、あれ？もう終わり？え、手洗いに行ったんだが。え、ちょっと、玄関から入った。あ、そっか。全員に対してロックかけてんだっけ。これを、どうしよっかな。あ、ロック解除す。ロック解除して、で、とりあえず、俺以外に対してロックしとこうか。とね。まだ吸血鬼にはなりたくない。あ、待って待って、なんか腐ってる。あ、ランチボックスみたいな。手作りランチ。捨てれないんかい。じゃ、いや、俺が捨てといてあげるよ。よし、ちょっとどっか出かけようかね。どうやって出かけるんだっけ、これ。こうか。これだ。出かける。え、何？がっかりドリンク。何飲んでんの？よいしょ。出かける。誰と出かけようかな。まだ昼間だから、じゃあ、この二人も誘う？さっき友達になったヘルナンデスと、なんかパンケーキ、パンケーキ仲いいな、俺。パンケーキとじゃあ行くか。どこ行こっかな。お腹引っ込めなきゃいけないからな。警察官にやっぱなるからさ、体鍛えたいんだけど。ラウンジ行っちゃう？昼間から。昼間なら子連れでもいいでしょ。ね？ああ。クラブ三毛猫。かわいい。ウィングー。ウィングー。ヤッホー。エグを追い出す。エグ、歩き方気持ち悪い。エグじゃねえ、エッグだ。間違えちゃった。中入ろうか。何ここ？大丈夫？高そうなんだけど。え？うわ、すげえ。さすがエッグ。もう躊躇なく高級なところにも入っていける。あ、広いよ。ほら。あ、ここ
ここで飲み物を頼めるんだ。よっしゃ、せっかく来たから飲み物を注文しようか。飲み物作る？勝手に作っていいの？ドリンクを作ると飲み物を作るって何が違うの？スイート&スパイシー。これにしよう。あ、みんなここに集まってきた。あ、ちょっと、二人も行こう。そっちに。なんか俺のこと話してる。エビスのこと。飲み物作りに行こうよ。あ、なんか、あれ？入ってないな。こうして、飲み物作れないのか、やっぱり。じゃあ、あ、ちょっとみんなを誘ったから、じゃあ、スイート&スパイシーをご馳走するよ、みんなに。ん？これ誰だ、これ。知らない人がいる。ヘッドホンしてる。女の人か。あ、こっちも、おいちゃん。キム・デニス。あ、人いっぱいいんな。あ、ウィング一人で大丈夫？そんな。え？知らないよ、知らないお姉さんと、知らないお姉さんと一緒に手洗い入ったと。自由だな。その翼で羽ばたいてるな。あ、いいじゃん、ほら。みんなと仲良くなって。元気出せよ、いい加減。今、美味しい飲み物飲めるから、多分この人プロでしょ？ナイル・エヴァ。ほら、見てこれ。こんな髪型してんのシアぐらいしか見たことないよ、俺。友達で一人いるな。あ、来た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 、ウィングも。あー、みんなの分、どんどん出てきて。あんたのもあるよ。ん？ってことはこれお酒じゃないのか。どう？素晴らしい。品質素晴らしいって、どう？やべえ、エッグ超かっけえよ、我ながら。上手にできたな。喋ってる。一生懸命喋ってる。僕つまんないんだよ、こんな大人な会。ごめんな、ウィング。俺が誘っちゃったばっかりに。あ、新しい人来た。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え？それ君の？それ君の？お？ウィングのじゃないの、今の。あー、ウィングの持ってかれちゃった。まあいいか。またこのおじさん誘惑的になってんだけど。なんで？パンケーキ、子供と仲良くなるの上手なのかな？え、あんた誰？ちょ、カメラアングル難しいな、これ。あ、ここでいい。友好的な自己紹介しとこうか。いいね。みんなと友達になった。お前はいつまで不機嫌そうにしとるんだ。あとなんかさ、カラオケのマークあったけど、カラオケないのかな？カラオケ。カラオケやりたくない？こっちは違うか。あ、結婚式場ってわけじゃないのか。あ、ボートとかあるよ。へぇ。もうカラオケはないなぁ。ピアノ弾ければここでなんか演奏してみんなで楽しむみたいなことできたのかな。あ、いいね。こうプールサイドに座ってお酒飲んで。このいい天気の日にさ。あれ？なんでこんな臭くなってんの？お風呂入？あ、そ、どう？楽しい？ダメだ、機嫌悪いな。ちょっと泳ぐか。泳ごうよ、じゃあ。ここで、あ、一緒に泳ごう。みんなで一緒に泳ごう。どう？この人たちみたいに楽しそうじゃん。めちゃくちゃいいね。すげえお金かかんじゃないの？これ入場料取られなかったけど大丈夫？だらしないな。見てみんな、見てみんな。そうだ、忘れてた。この二人、泳ぐときはね、なぜかホットドッグが、多分彼らの国では、プールで泳ぐときはホットドッグって決まってるんだろうね。楽しそう、楽しそう。よかった。ウィングが楽しそうだ。
今ブラフスですごいパーティーが開催されてる。行くわ。じゃあみんな楽しんでね。バイバイ。あ、投稿するシーン選択できるじゃん。じゃあちょ待って、すごいパーティーはちょ子供はいけないから、じゃあエッグはちょっとウィング送って帰って、でヘルナンデスとパンケーキとあとフレックスマーカスと行こう。いや忙しいなシムスはな。穏やかにね、睡眠導入実況したいのに。マーカス、これはマーカスだよね。相手のこともっと知ろうか。ちょっと待って、これな、すごいパーティーって何？すごいパーティー、あ、こっから来たの。あ、すごい、こっから来たんだ。で、ダンスパーティー、なるほど。え、ダンスパーティーどこでやった？あ、やってるじゃん。一緒に見ろ、一緒にダンスする。あ、すげえ、すごいダンス好きそうな人がいる。スピンマスター、多分このクラブっていうのがなんていうのかな、サークルというか、いろんなことを趣味としている人たちが集まるやつなんだよね。ダンススキル習得した。あー、ダンスムーブをいろいろ覚えられるって。いいね。あ、どこ行った俺。エビス、それ、その格好のままでいいの？もうちょっとなんか、ねえ。あ、なんか、こう頭の上に、これ楽しいのかな、きっと。あ、誘惑的なのか。誘惑的な音楽を聴いてんのかな。パンケーキのダンス激しいな。めっちゃ楽しそうじゃん。いいね。よし、じゃあちょっとここでも友達を増やそう。君、いい後ろ姿をしてる。あれ？友達だな、すでに。ヒッキングブレント？あの仕事に採用されたんだって？きっとぴったりだよ。よかったね。田中ソフィア。優しいじゃん。田中ソフィア？誰だっけ？忘れちゃったけど。メールを送ろう、メールを。田中ソフィアに。田中ソフィア、ちょ待って、あれか。今、誘惑的だから、誘惑的なメッセージ、誘惑的なメッセージを送ろう。田中ソフィアに。ありがとう。君が応援してくれると、あ、違うな。職務以上に君のことを守ってみせるよ、みたいな。そんなこと言うやつやだな。あ、まだブレントとおしゃべりしてるから。ちょっと一回おしゃべりやめて、誘惑的なメッセージ送ってもらっていい？返事とか来んのかな？あ、すげえこれ。花吹雪が。これ何？ノリノリ。かわいい。ノリノリらしいです。気持ちいい。屋外レイブパーティーみたいな。ん？え、どうした？どうした？なんど、え、どうした？まだダンスパーティー終わってないけど。え、なんで腕立て始めた？めちゃくちゃだな。このシムの自由さが僕は大好きだよ。わかったわかった。任せろ。ちょ、この誘惑的なメッセージを送り終わったら、俺が響かせてやるよ。どうやってやるの？電源を入れる。エレクトロニカ。あ、来てくれた、来てくれた。あ、すっごいトイレ行きたいらしい。え、なんかさ、どっか、そこら辺でできないのかな？できないのかな？どっかそこら辺でできないのかな？どっかでしてきてって。肥料をやる。なるほどね。ポジティブな言い方をすると、え、でもそこ人いるよ。大丈夫？上手に隠れられます？おお、なんかいい草だな。ちょっと入ってみようかな。なるほどね。バレてないかな。絶対バレてると思うんだけど。ああ、でも、すっきりした。よし、ちょっとバレてるかどうか確認して、あ、そもうすぐ踊りたい。もう今すぐ、もう用足したらすぐ踊りたい。臭いって。
しょうがない。でもこんなとこでね、みんなで踊ってたらみんな臭いよ、もう多分。この上品そうなお姉さんとかね、おじさんだってみんな臭いと思う。友達になろうぜ。また不快になって。え、この人と仲良くなったらさ、このスピンマスターってクラブとか入れてくれるかな？ちょっと。俺面白いんだぜ。俺をクラブに入れたら、めっちゃクラブが上がるぜ。入会者とかめっちゃ増えるよ。あ、DJ ミキシングスキル。あ、すげえ。DJ になれるようになった。すげえな、こいつ。クラブ来て DJ の動き見てるだけでミキシングスキルを覚えるとは、天才か？つかせる職業を間違えたかもしれないね。え、退屈なの？嘘でしょ？ダラダラした話し合いに飽きました。あー、この人と会わなかったかな？え、なんならちょっと仲良く、なんか悪くなってない？ダメだ、こいつとは会わない。俺のセンスについてこれてないわ。じゃあ、ちょっとやっぱパンケーキだわ。パンケーキ仕事何してんの？キャリアについて聞こう。ん？もう違う人と喋ってる？まあいいけど別に。今何時だ？時間を、あ、仕事の会、雇用されてない。パンケーキ仕事してないんだ。え、結婚とかしてんのかな。専業主婦をそういう風に表現してるとか、どうなんだろう。まあこれからきっと仲良くなっていったらわかるでしょう。え、すげえ、このスーツかっこいいじゃん。髪型腹立つな、こいつ。まあ仲良くしとくか。ああ、風呂入りたい。心拍数上昇。でもちょっと明日仕事だからな。初日から寝不足で行きたくないから。ちょ、パーティー途中だけど、パーティー誘ってくれたの誰だっけ？忘れちゃった。こいつかな？こいつにじゃあハンドブザーで、お礼のハンドブザーでいたずらをして帰ろうか。退屈しちゃったし。俺もね、クラブ楽しいんだけど、やっぱね、途中で、使えちゃうんでね。やってる。いたずらスキルを習得しました。やった。これで今後、あ、仲良くなれた。いろんな人にいたずらをして楽しませたいと思うぜ。今は家に帰れ、あ、パーティー終わるまで帰れないんだ。え、こんなに臭いのに大丈夫？やべえ、もう臭い。みんなごめんね、俺臭い。そう、なんか結構さ、クラブ行くと朝まで行く人多いじゃん。だけどもう無理だよね。ちょっともう静かなとこでゆっくり喋ろうぜみたいな、のんびり酒飲みながらダラダラ喋ろうよっていう気分に結構なっちゃう、割とす。あのライブとかね、行った時とかはもちろん別だけどね、やっぱ 2,3 時間さ、結構がっつり長い人だとね、やるから、それはそれで楽しいんだけど、クラブ割と飽きちゃうんだよな。なんでだろう。あ、でもまあ、それでも2、3時間はいるか。うん。関心事について話し合う？俺今誰に話しかけた？誰を知らない人に話しかけた？あ、ヘルナンデスもね、ヘルナンデスなんか、すごいね、なんか、わしも若い頃はな、こんなハイカラな機会じゃなかったが、みたいな。なんで汚い言葉を叫ぶとか、やだよ。噂。あ、すごい人数集まってきた。だがしかし、パーティーも縁も竹縄ですが、そろそろ終わりの時間がね。あ、ここ押すと終われんのか。食祭しお腹空いたから終わろう。あ、もうすごい。すごい。新しい友達もできて、楽しい時間だったって。あ、よかったじゃん、よかったじゃん。よかったじゃん。誰かにキスする？いないよ、お前、キスできる相手。持ち帰ろう。ん？あ、あれ？こいつなんかさっきうまくいかなかったやつじゃん。最後にじゃあこいつにちょっと。ちょっとこいつに。さあ、いたずらして帰ろうよ、いたずら。あった、いたずら。ハンドブザー決めて帰ろうぜ。ちょ待って、ハンドブザーだけ決めて。ごめんね。
よ。ひぃー。おいじゃあな。アンドプス、アンドプスやると仲良くなれんな。鉄板じゃん、これ。はい、もういいよ。お前らのクラブより俺一人の方が盛り上げられるぜ。じゃあな。さっ。ただいま。とりあえずお風呂入ろっか。やばいもん、見てこれ、ほら。なんかオーラ出てるもん、オーラ。何すんの？あ、ご飯が先。いいよ。猫食べに来てくれたかな？減ってないな。まあ、まずね、あそこに行くと餌があるっていうのを覚えてもらわないとね。あ、吸血鬼来た。見て、待って、吸血鬼じゃないあれ。ほら、ほら、ほら、ほら。ロックしてある、ロックしてある。ちょっと待って。ドアをロックする。A 以外に対して。怖え。この親父がこっちから入れることを学ぶのも時間の問題か。待って、待って、来てない、来てない。大丈夫。あ、諦めた。今日早く諦めたの。え、すごい来るじゃん。毎日来るじゃん。あれか？美味しそうなのかな？この人。美味しそうか？こいつが？まあでも確かに、健康的な感じには見えるかな。お、料理スキル上がった。何作ったんだ？何作ったの？あ、あれ？なんか、なんだっけ、パズーが用意してくれたみたいな感じのやつかな。美味しそうじゃん。ちょっとね、もっといいものを食べるためにやっぱお金を稼がないといけないから。だいぶ、この家もね、建てちゃったしね。新築で自分好みの家建てたからな、こいつ。ああ、臭いし。仕事まであとどれくらい？ 7 時間か。まあ今すぐ、お風呂入って寝れば、まあまあまあ、いいでしょう。初日だからね、なるべく、こう、リフレッシュした状態で行きたいもんね。OK。ちゃんと、片付ける？偉い。洗い物して、市長いな、あ、これ市長。市長じゃない、トゥインク。お？ベーン。大人の猫がいっぱいいるな。友達になりたいね。臭いよ。朝お風呂入る？いい女性で。しょうがねえな。改めて見てもトイレの位置やべえな。おやすみ。エビス。ほら、耐えられなくなってんじゃん、自分の臭さに。だから言ったのに。お風呂入んな。泡風呂。そんな楽しむ気満々じゃもんね、夜中の3時半に。え？あ、でも結構体力回復してる。でもさ、警察官なんてね、体力すごい理想だからね。ちゃんと寝て、体力回復してった方がいいよ。しかも新米だからさ。やっぱね、新米は、動いてなんぼでしょ。うん。楽しそう。楽しそうだな。そんなことしてないでいいから、さっと洗うだけ洗って寝れば？ねえ、エビス。あ、そう？まあ、いいけどさ。知らないよ、明日眠くなっても。お、陽気。お前が陽気なのは知ってたよ。すごい陽気じゃん。じゃあちょっと俺はこのタイミングで休憩してこようかな。